武家政権の祖。この人物を皆さんはご存知でしょうか。それは源頼朝です。源頼朝はどのようなことをして、どのような人生を送ってきたのでしょうか。今回は源頼朝について、解説したいと思います。今回の目次です。源頼朝の人生、源頼朝のエピソード、まとめ。このチャンネルでは、歴史上の偉人を取り上げ、皆さんが歴史を学んだり、自分の道を見つける、きっかけになれるような動画を、投稿していきます。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。それでは本編に移ります。源頼朝の人生。源頼朝は、1147年旧安3年、尾張現在の愛知県名古屋市生まれ、幼名は鬼武者、父は清和源氏の武将源義朝、母は熱田神宮の宮司藤原末則の娘、由良御前です。三男として生まれますが、実母が正室だったために、生まれてからすぐに後継者としての、高い教育を受けて育ちます。1158年保元3年12歳の時に、皇后宮の権の精進に任官、翌年2月、鳥羽法皇の皇女城西門院に仕え、城西門院クロードに、1月には右近への証言、6月には後白河上皇の王子二条天皇に仕え、クロードに任じられます。とても優秀で昇進が早く、まさにエリートコースを歩んでいました。そんな中、1159年平治元年、13歳の時に実母が死去、同年、父と共に平の清盛を打倒するため、平治の乱に初陣します。この時、呪語で右老衛権助の官位を賜り、助殿と呼ばれるようになるのです。しかし、平治の乱に敗れて、捕らえられることに、父源義朝は死刑、源頼朝も死刑になるはずでしたが、運よく、敵平の清盛の義母、池の善人によって除名され、1160年永暦元年から20年間、伊豆国現在の静岡県南部に、武家となったのです。源頼朝は、子供の頃から、年齢よりも大人びている、容貌優美と言われていました。池の善人に除名されたのも、その愛くるしさとけなげさを、不憫に思われたためと伝えられています。初陣である平治の乱に敗れた源頼朝は、1160年永暦元年から、約20年もの期間、伊豆国の蛭ヶ小島に流刑となりました。蛭ヶ小島での源頼朝の生活は流人としては、比較的自由なもので、兵士による監視も緩やかなものであったと、言われていますが、流刑は流刑、土地を所有することも、家来を持つことも、当然伊豆国の外に出ることも、源頼朝には認められておらず、その社会的地位は否定されていました。しかし、囚われの身でありながらも、伊豆で学問を極めて、史上有数の政治家へと成長、後白河上皇と平氏との間に展開する、政治情勢の変化を、的確に把握していたと言われています。周囲からの援助により生活が、困窮することはなかったと伝えられており、特に、武蔵国比企軍の大官であった、比企家紋の城妻比企の尼は、乳母として献身的に源頼朝を援助し、支え続けたと言われているのです。1177年治承元年30歳の期に、伊豆国の豪族である北条時政の娘、北条政子と恋愛結婚。その後、1180年治承4年に、後白河上皇の王子持ち人が平氏打倒の御事を、発令し、ついに源頼朝は、北条氏を中心に三浦義澄、千葉常胤、上総介広常、畠山重忠など、東国の豪族をまとめ上げ、宿敵平家滅亡のために挙兵します。1180年治承4年5月、持ち人と源頼政は、宇治平等院の戦いに敗れて、早々に戦死してしまいます。そこに、平氏は御事を受けた、すべての源氏追討に宣戦布告するのです。同年8月、源頼朝は、東国の武士たちに挙兵を呼びかけ出陣を決意。まず、伊豆の木大山木金高を、討ち取って平氏の連絡網を切断し、伊豆制圧に成功します。次に、300兵で、戦いを仕掛けますが、敗れて阿波国に逃亡。しかし、上総国と下総国の武士、2万の兵を味方につけ、さらに武蔵国入りして武蔵の武士団も、味方につけることに成功するのでした。そして、父方ゆかりの地鎌倉へと入るのです。これだけ多くの味方に恵まれたのは、源頼朝が挙兵参加者に所領の安堵を保障し、敵方の没収地を新しく与えるという、制度を作ったためでした。そんな中、1181年治承5年に平清盛が病死。すると、源頼朝は軍勢を携えて源義仲を討滅。そして、1184年元暦元年に、一の谷の戦い、1185年文治元年に、八島の戦い、壇の浦の戦いを起こし、ついに平家を滅亡させるのです。ところが、
この平家滅亡の最大の功労者と言われる。腹違いの弟源義経を謀反の疑いで追討。源義経をかくまっていた、奥州藤原氏をも滅亡させてしまいます。源頼朝は関東を平定し、1190年建久元年に上洛。後白河法皇、後鳥羽天皇に謁見して、権大納言、右近への大将に任命されますが、満足せず要職を辞退。そこでついに、1192年建久3年、征夷大将軍に任命され、鎌倉の地に鎌倉幕府を開くのです。まず源頼朝は、法皇に迫って朝廷から、政治の実権を奪います。そして、各国に一人、守護と地頭を設置して、任命する権利と兵糧米を、入手する権利を獲得。さらに中央機関として、御家人を組織し統制する侍どころ、政務や財政事務を司る万どころ、裁判事務を担当する門中所を設置し、幕府の体制を強化します。源頼朝について九条兼実の日記、玉葉では、頼朝の体たる、異性厳粛、その性強烈、聖杯文明、利非団結。また、自演の日記、愚感症では、抜けたる器量の人と、書かれています。源頼朝は、自ら前線で戦うことは少なかったようです。自分が何でもやらなければ、気が済まないという、よくいる独裁者ではなく、部下を信じ、各現場を代理指揮官と軍官に、委ねる軍政を考案したのです。これは、世界的に見ても先駆けでした。御家人、一人一人の顔、名前、特徴を把握し、適材適所に配置、任せる技術で御家人の心を、一つにまとめ上げる組織づくりを果たします。さらに、武芸に武源氏の宝剣髭切を所持し、いざという時には相手を確実に斬殺、石橋山の戦いでは、号泣を引いて鎧武者を一撃するなど、実績が伴うカリスマでした。去年、53歳、源頼朝死後、源氏はたった3代で滅亡するのです。源頼朝は、多くの同族や弟源義経を、死に追いやったことから、情けがない将軍、冷酷な政治家と、酷評されることもあります。確かに、同族に厳しく、子孫が断絶したことは最悪なこと。しかし、源頼朝は自分の血筋よりも、日本国の将来を一番に見据えて組織を作り、行動したのではないでしょうか。人々が本領を安堵して暮らせる、世の中になるように、ところで徳川家康は、源頼朝を手本にして江戸幕府を作ったと、言われています。したがって、源頼朝が考案した、武家政権の軍政システムは、江戸幕府が終わる、1867年慶応3年まで、約700年間続くのです。北条政子は、源頼朝のことを、官位も俸禄も、その恩は山より高く、海より深いと述べました。源頼朝こそが、日本国の基礎を作った真の英雄と、言えるのではないでしょうか。源頼朝のエピソード、源頼朝はどのようなことをしたのでしょうか。源頼朝のエピソードを、いくつか見てみましょう。頼朝の人生を変えた、三人の人物、偉業を成し遂げた頼朝ですが、その人生には何度か転機がありました。頼朝にとって重要な人物となった、三人についてのエピソードをご紹介します。旧敵平の清盛、方言の乱後の京では、二条新政派と、後白河院政派が対立していました。そんな政情の中、後白河上皇の側近新政が勢いを増し、両派の中に彼を排斥しようとする動きが、見え始めます。この時、反新政派の藤原信頼が、企てたクーデターである、平治の乱に参加したのが、頼朝の父源義朝でした。この戦いで義朝は敗退し、父と離れ離れになった頼朝は、追っ手に捕まりましたが、平清盛のまま母池の前に嘆願により、清盛に命を救われます。清盛は後にこれを公開し、遺言に頼朝への憎悪をにじませたそうです。もしこの時清盛が、頼朝の命を奪っていたら、鎌倉幕府の成立もなかったでしょう。妻北条政子、平治の乱で除名された頼朝は、罪人として伊豆に流されました。そして、伊豆の豪族、北条時政の長女である、政子と恋に落ち結婚します。罪人であり敵でもあった源氏との結婚に、政子の周囲はもう反対しましたが、政子の父時政は後に、頼朝の挙兵にも尽力し、頼朝死後は執権として、鎌倉幕府を支えました。また、政子自身も尼将軍と呼ばれるほどに、影響力を強め、承久の乱ではな演説で武士たちを、奮い立たせたという逸話も残されています。頼朝以降の鎌倉幕府は、執権北条氏が、実権を握っていたことからも、政子は頼朝の人生にとって、大きな存在だったと言えるでしょう。弟源義経、頼朝の弟として有名なのが源義経です。二人は平治の乱で、父義朝が廃止した後に、
離れ離れになりましたが、治承4年1180頼朝が、伊豆国で挙兵する際に、感動の再会を果たします。義経は頼朝と共に戦い、その後の平家追討でも連勝するなど、軍才を発揮しました。しかし、二人は朝廷の思惑なども絡んで、やがて対立、お互いに征伐することとなり、追い詰められた義経は自害しました。後世、義経のエピソードは、判官びいきという言葉を生み出し、悲劇のヒーローとして高い人気を誇るようになります。このような義経人気もあり、頼朝の功績が霞んでしまった可能性もありそうです。頼朝には未だ解明されていない謎も残されています。彼にまつわる謎についてご紹介します。有名な肖像画は別人、従来、頼朝を描いたとされている、京都神護寺所蔵の肖像画は、足利直義を写したものだとする説があります。そのため、現在は一部の教科書からは、消えているようです。また、鶴岡八幡宮の白山明神に伝わる、狩り犬姿の木像は頼朝像とされており、現在、重要文化財として東京国立博物館に、所蔵されています。その他にも武田信玄が、創建した海前工事に、木像源の頼朝座像が伝わっており、現存最古の頼朝像と、考えられていることから、評価が高まっています。今回のまとめです。自分がやるのではなく、人に任せる組織づくりをした。いざという時は戦えて、カリスマ性のある武将だった。同族に厳しいなどの一面もあった。今回の動画は以上になります。今後もこのような動画を、投稿していくので、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。